壇上がらん壇上がらん不動堂、高野山高の山とは、和歌山県北部、和歌山県伊都郡高野町にある地域の名前である。周囲を1000メートル級の山々に囲まれた山上盆地に広がり、町並みは標高約800メートルのところにある。平安時代の公認7年に、佐賀天皇から空海が可視され、自善の道場として開いた日本仏教における聖地の一つであり。 また、高野山は、人山境外地と言われ、高野山全域が寺の境外地とされ、元来は、高野山全体と混合法寺は同義である。現在は、壇上仮覧と呼ばれる、根本道場を中心とする、宗教都市を形成している。山内の寺院数は、高野山新言宗総本山混合法寺大本山法寺院のほか、寺院が117か、寺に及び、 その約半数が宿望を兼ねている。2004年7月7日、高野山長石堂と金剛ージ境内、建造物12件が、熊野、吉野、大峰とともに、紀伊山地の霊場と山景堂として、ユネスコの世界遺産に登録された。さらに2016年10月24日、高野山景堂として、黒川堂、女神堂、京大坂道不動坂、三谷坂が、 世界遺産に追加登録された。地名としての高野山とは、八葉の峰と呼ばれる峰々に囲まれた、盆地上の平地の地域を指す。八つの峰々に囲まれているその地形は、蓮の花が開いたようなと形容されており、仏教の聖地としては、了海曼ラのうちの大蔵曼ラの中大八王院に似せられている。天竺山、妖竜山、マニ山の山々を、高野山々という。 なお、高野山という名称の単独のみではない。混合ポージ境内にあるアメダスの観測地で年、平均降水量1851.6ミ、mm、リメートル。年平均気温は、摂氏10.9度と大阪間区気象台より、摂氏6度低い。一般的に温暖な地域が多い和歌山県としては、異例で、冬の寒さが厳しく、1月の平均気温は摂氏0.5度と、氷点下になる。 局地は最高摂氏33.7度、最低摂氏13.4度。山内は、一山境内地として、総本山混合ージの境内となっている。このうち、大門地区、ガラン地区、元山地区、奥院地区、徳川家例大地区、金剛三万院地区の6地区が、国の史跡に指定され、世界遺産の構成要素となっている。多数の寺院建築が立ち並ぶが、 ここでは主要な一部を紹介する。詳細は、金剛ポージ三章のこと。壇上が乱金同金剛ポージ大主伝大師、教会金剛三賀院多方島高野山内の通り、高野山内の通り奥の陰影礼殿前の売店、明治33年に大和田武樹が作詞発表した、鉄道昇華第五週関西三宮、南海編では、高野山は三番を裂いて歌われている。 吉野山などとともに、竹木の歴史好みが強く影響しているものと見られている。なお、当時は、現在の南海高野線が開業しておらず、高野山へは、橋本駅から約12キロメートルの山道を歩いて、向かう必要があった。43、芝叩く暇に、橋本と叫ぶ駅譜に、道とへば。 木の川あたりくど山を過ぎて三里ぞ高野まで四十四。工房大師この山を開きしよりは千四年かなかな。響く骨道のあたりは、夏も風寒し四十五。木陰を暗き不動坂融通刺激女人道を見れば、心も、おのずからゴミの浮きようを離れけり生物の研究もよく、行われている。高野さんは、 和歌山県の北部山中である異常に寒冷な気候を持ち、周辺では見られない生物もいくつか知られる。基本的には、昭葉樹林上部から落葉樹林帯にわたる生物省であるが、角橋ばみ、万作などはさらに北部に見られるもので、和歌山県では他に知られていない。高野山の名を持つ生物もいくつかあり、以下のような例は、その代表である。高野山では、古くから、 ヒノキスギモミツガアカマツ、ゴーヤマキの6種の樹木を、タカノ6期と呼んで重視した。伐採を行った後地には、この6種を植えたという。これは森林を人為的に利用しつつ、その森林の自然林的様子や多様性を維持する効果があったとも考えられている。タカノ山系道として、タカノ山への入り口は7つあるとされ、タカノ山内への入り口及びそこに通じる道を、 総称して高野七口と呼んだ。は、世界文化遺産に登録。高野七口に建てられた女人道を巡る道を女人道と呼んだ。ありがとうございます。